いつも動画を見ていただきありがとうございます。バオシンです。今回は鎌倉時代から有名な観光スポットを探しに城ヶ島に来ています。持ち前の方向音痴とボケ連発で島の西側をうろうろしていたんですけれども、裏を返せば底なしのポジティブシンキング、どうにかなるかそう勘任せで歩いていたら着いちゃいましたよ、城ヶ島公園って感じで、突き当たりばったりですが最後までお付き合いください。うわー、すごくいい眺めですね。おそらくあちら側が三浦半島、そしてそのもっと向こう側にぼんやりと見えているのが、房総半島の方ですね。おそらく立山、あの辺りになるのではないかなと思います。東京湾が見渡せるこんな素敵な場所にですね、こんな素晴らしい歌碑を、歌の碑ですね、歌の石碑見つけました。ちょっと読み上げたいと思います。先生の歌いたまいる通り屋の花のさだ波光るきららのごとく、作者は宮修司さんとあります。先生のというこの先生というのは、おそらく僕の想像ですが北原白秋のことだと思うんですね。よっぽど尊敬していたことがうかがえますね。大変お待たせいたしました。それでは城ヶ島が誇る一番の観光スポットを皆さんにご紹介したいと思います。潮騒の音が聞こえてきました。行ってみます。見えますでしょうか、向こう側すべて太平洋です。いや、風が気持ちいい。寄せては返す潮の音が本当近くで聞こえてきます。こんなに心を躍る瞬間長く味わってませんでした。なかったことです、こんなこと。で、向こう側なんですけれども、いや、実際に降りてきました。ものすごい大パノラマです。こんな形でですね、海を眺めたの本当初めてかもしれません。この辺りの水質の透明度ですね、めちゃめちゃ綺麗です。今お見せします。どうでしょうか、藻がゆらゆら揺れているのがはっきり見えます。はっきり見えるということは透明度が非常に高いという証拠です。そして打ち寄せるこの波の音、これで興奮するなという方が無理なんじゃないでしょうか。後方見えますでしょうか、おそらくあれはですね、波の浸食によって岩が削られてあのような奇妙な形の岩になったんだと思われます。あれは僕が探している、今日一番お見せしたいと思っているものとは少し違うのですが、若干似てはいますね。現物を確認するのがますます楽しみになってきました。本当に見事だったんですよね。で、興奮しすぎてサムネ用に1枚追加で撮っちゃいました。使わなかったですけれども、さてまた元の道に戻ってきました。ここからが城ヶ島の太平洋側ですね。ハイキングコースなんですけれども、舗装路面は最初だけで、あとはもう未舗装の道になっているようです。はい、ちょっと汗が大量に噴き出して、みっともないと思うんですけれども、今日はちょっと日差しも強くてですね、夏の陽気でということで、
ご容赦をいただければなと思います。ただハイキングにはもってこいのコンディションだと思いますね。ここは海牛展望台だそうです。あちらの断崖絶壁に海牛の群れが生息しているそうです。ちょっと言葉にならないですね、驚きが強すぎて。ここから先が馬乗せ洞門のようです。傾斜もかなり急なので、少し気をつけながら、進んでみたいと思います。本当に傾斜が急ですね。少しでも気を抜いたら命がいくつあっても足らないです。おそらく本当気をつけていきましょう。ああ危うく違うところに行くところでした。こっちですね、馬乗せ洞門。見えますでしょうか、あれが馬乗せ洞門です。すごいですよね。さっき見た侵食岩よりももっとスケールが大きく圧倒されてしまってます。案内板があるんですが、どうやらですね、馬乗せ洞門の上には登ったり下にくぐったりはしないでくれと注意書きが書いてあります。おそらく波の侵食が激しいので このような注意勧告がなされているんだと思われます。本当に傾斜が急です。何かに捕まっていないと足を滑らせてしまいそうでちょっと怖いですね。段差もかなりありますし、やっとたどり着きました。こちらはちょっと急なのでこちらから行きましょう。うまい具合に階段になってました。見えますでしょうか、これが城ヶ島の一番の名所馬乗せ洞門です。今は引き潮時なので簡単に入ってくることができるんですけれども、満潮時になるとおそらくここには誰も立ち入ることはできないことが想像できます。というのもですね、ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、引き潮に潮目が変わるときに残ってしまった海水がここに溜まっています。
それを考慮するとですね、今がちょうど干潮時、つまり引き潮の時だからこそこうして足を踏み入れることができた、そういう、自然現象の動きに救われたというようなことがですね、この状況から伺い知ることができるんですね。この海流のうねりを見ているとですね、本当に僕という存在が本当に小さなものに思えて仕方がありません。でもそれが逆にワクワクする部分でもあるんですけれども、本当にここに来てよかったです。潮の香りと波のうねり、その音、それを全て五感で感じることができます。本当にこの場所は素敵な場所だなと改めて思いました。来てよかったです。せっかくなので波と戯れてみたいと思います。危なかった、足滑らせるところでした。はあ、本当に海水が透明です。ですごいです、ちょっと冷たい。あ、でもそんなに凍えるような感じではなくて、本当ちょっと氷袋でつけたようなぐらいの、本当適度な心地よさですね。おお、危ない危ない危ない、危なかった。いかがだったでしょうか。城ヶ島ですね、初めて来たんですけれども、馬の背どうも、そして、城ヶ崎の公園、どれ一つとっても素晴らしい場所でした。本当に足を運んできてよかったなと思います。今回の動画はこの辺りで、終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次の旅路でお会いいたしましょう。バオシンでした。